機は逃しません。シャードブーストのチャンスが発動よ。しまいにしようぜ。セイフ。ダンダライスレイド。この機は逃しません。リミット解放。お決まりよ。覚悟を決めな。セイフ。この日は逃しません。リミット解放。グライド開始よ。ドライブ。ワイド。やっぱか。各種ステータスアップです。これからも頑張ります。なんだ今の音は。水の音でしょうか。
外の沼からですね。一応確かめてみるぞ。あそこです。アニエス、お前さんも見るな。そんな。死因は溺死、何らかの形で気絶させられた後沼に投げ捨てられた。そんなところね。すぐ検視に回してちょうだい。はっ。ちょっと待った。任せたぜ。ええ、元よりあなたたちの領分じゃないでしょう。どうしてこんなところで殺人が。当局は何を隠蔽している。こちらも現在調査中です。そもそもまだ立ち入り許可は。民間人の犠牲となれば話は別だ。規約にのっとって立ち入らせてもらう。現場保存の鉄則は無視しないでもらいましょうか。行き詰まった時は一度全体として見てみなさい。研究だけじゃない、答えはその中に必ずあるわ。あら、見られちゃった。で、みんなは避難させた？え、
へ。でも一体何が。幸いまだ始まったばかり。なんとか持ちこたえるわ。あなたたちも急いで。アラミス星は避難させた。他の外区の班も所在は把握済みだ。通信状況が悪いのが気がかりだけどね。警察や他の遊撃士の人たちにも可能な限りの指示は出しておいたわ。待ってくれアニエス、君まで行くつもりか。ここまでの状況なんだぞ。僕たちといた方が。アルベール君大丈夫、心配しないでください。ちゃんと戻ってきますから。くそ、想像以上にハードだけど、もう走り出しちゃった感じだね。私たちは私たちでここでできることをしないと。ええ、未だ通信は不安定な状況。各方面への連絡を手伝ってもらうわ。 CID のお姉さん、ギルドのお兄さんたち、オデットにアルベール君も。始めるわよ。はい。
ゼロスマン、どうもありがとう。上等だ。ブーストチャンス、決めろよ。そうだよ。シールド展開。上等だ。ブーストチャンス、ロングゲームを確保したわよ。参ります。ドライブ開始。それガタル君、行くぜ。ギア発動よ。それアニエスさん、少しは成長できたかな。親方たち無事だといいけど。ガード展開。
怪我はないな。エアロトラムは使えん。連絡橋で職人街へ向かうがいい。まずは教会に避難するように。10分ほどで遊撃士が来るだろの。東側です。ああ、まずはこの塔を抜けるぞ。
この機は逃しません。行くぜ。ここです。頼む、アニエス。よし、逃走ルートを確保。これで一安心ですね。紅茶でもお入れしましょうか。侵入を。ビアンニーの避難誘導がなかったらどうなってたことか。場所にあれがメインターミナルか。ええ、光学都市バーゼルが誇る中央端末アウローラ。4年前に博士とキャラハン先生が主導して、理科大学とベルヌ財団や ZCF も協力した何かのプログラムが走っている。あの複雑すぎるコードは一体あれは第5のゲネシス。やっぱり絡んでやがったか。そしてやはり来ましたか、アークライド解決事務所半月前の映画祭ぶりか。これも女神の導き、運命の赤い糸ってやつかないいね、嫌いじゃねえぜ、そういうのも。ガーデンというアイーダさんたちの仇。ああ、僕の古巣の名前もとうとう知られちゃったんだ。しかしマルドックの SC が正式加入、ハミルトン門下のヒゾッコ君まで垂らし込んでるなんて、なかなかやるねこっちの若いのはあくまで相談窓口だけどな。あんたたちがキャラハン先生を惑わした。アウローラを勝手に使って何をしようとしているんだ。下聞きが悪いな。教授とはそれなりの付き合いなんだけど、この端末にしたって開発者の一人である彼の許可も一応はもらってるからね。ギャスパー社長の時と違って完全にギブアンドテイクってわけさ。ああ、彼にそっちの気があったのもいろいろとやりやすかったかな。おだてて、その気にさせたら次々と一線を踏み越えてくれたからねそんなゲスな手も。ああ、いいんじゃねえか。性癖なんざそいつの自由だしな。てめえが煉獄に落ちるべきクソ野郎ってのは変わらねえが。ええ、私たちはその炎の代わりを果たしましょう。ゲネシスを取り戻し、みんなの仇を討つためにもすっかり嫌われちゃったな。オランピア慰めてくれない。自業自得でしょう、完全に。ですが契約上こちらも従うわけには参りません。サルバットでも現れた。フィア、構成物質をスキャン。測定不能、アーティファクトの一種と推測。
やっぱりそっちだったか。ありえねえ動きだとは思ったが、それに何か仕込んでやがるな。ええ、どうかご注意を。良い判断です。裏解決屋にマルルックの S シードの、そういえばサルバットでは名乗る機会がありませんでしたか。アウルムガーデンの管理人オランピア、こちらはイシュタンティ。アルマータとの契約完了後という条件付きにはなりますが、いずれご用命を検討の際にはご贔屓のほど。暗殺の依頼を。おい、舐めてんのか。うん、単なる営業に過ぎませんが。大マジだから勘弁してあげてよ。見ての通り仕事人間、いや仕事人形でね。それじゃあ僕も久々に管理人としての力披露しようかな。この息吹は。やはり今まで抑えていやがったか。皆様、最大限のシャード活用を。なんとかしのいでください。よくわからないけど行くよ。フィオ、ゼロス、招かれざる客をこの聖域から追い払うために。了解。シャードを警戒するわ。ゾーンのメルキオル、君たちの相手をさせてもらうよ。アウルムのオランピア、契約を履行します。バン様、今発動よ。しまいにしよう。セイク。バンダライズレイダー。そんなもんか。こんなものですか。ブーストゲージリミット解放。皆さん大丈夫ですか。悪しきメラク、ここまでとは。てめえ、今まで本気じゃなかったな。剣道乙女さんにはちょっとは見せたけどね。戦力想定の範囲内ですか。そちらの動力ドローンも含めて。人形に加えて爆弾の古代遺物とはな。ええ、これがガーデンですか。もっとフィオとゼロスのポテンシャルを引き出せれば。ほんといいね君たち、揃いも揃ってなぶりがいがありそうでさ。いやー、もう我慢できなくなってきたよ。ボスが気にしてたみたいだけど、内緒で食べちゃってもいいかな。私のボスではありません。お好きにどうぞメルキオル。上等だ。とことんやってやろうじゃねえか。クルガの炎はここからです。デコード完了。自己挑発プログラムを起動します。ここを。そうか、成功したのだな。は、この声は。うまくいったみたいだね。どうだい教授、1と0の世界の居心地は。ああ、この上なく快適だと思う。ああ、実に気分がいい。そうか、こういうことなのだな。余計なものを脱ぎ捨てたおかげか、思考もかつてなくクリアになった。これならば最後の一歩も余裕だ。君たちの期待にも応えてやれるだろう。さすがは教授、
ご褒美もたくさん用意しないとね。記録映像。いえ。そうだお嬢さん、これは映像などではない。私はデビッド・キャラハン、マーゼル理科大学の物理工学教授にしてゼムリア大陸の歴史に名を刻む研究者だ。あ、どうなってやがる。さっき峡谷の沼で。まさかこいつは。知性と人格、記憶の全てを AI として変換したのでしょう。おそらくゲネシスの力で人としての枷を外れてシンギュラリティそのものとならんがために。キャラハン先生。そこまで見抜くのか。思った以上に厄介なメイドだな。メルキオル、悪い癖です。この場での目標は達成されました。行きましょう。はいはい、そうだね。それじゃあ教授もまた後で。ああ、待っているよ。仕掛けてやがったか。アウローラがゼロス、スタンモードで封じて。おっと、それはダメさ。カタル君、ダメです。よせ。僕が守るんだ、博士の場所を。絶対に。妙な気配はしてたけど、そこまでだったんだ。これもあの校庭あたりを観測研究した成果なのかな。マルドゥック社、想定以上と言うべきでしょうか。おっと、噂をすればか。それじゃあ今日は退散するよ。同じ傀儡に関わる身として敬意を表します。それでは。
ジかよ。リセットさん、僕のせいで。大丈夫そうかな。ええ、なんとか。昨日は慌ただしい中、あのような形での訪問失礼しました。改めて、マルドゥック総合警備保障のゼネラルマネージャー、ギリアム・ソーンダイクと申します。こちらは警備主任のカシム・アルファイド。どうぞお見知りおきを。直接出張ってくるとは思わなかったが、まみえられて光栄だよ、マルドゥックの方々。噂はかねがね、かなりの辣腕だそうじゃないか。そちらの警備主任殿の有名も耳にしているよ。これは宦官の至り恐縮です。つい先日帰国したばかりでよく状況が分かっていないんだが、結局 MK 社が今日いっぱいバーゼル市内の警備を引き受けた認識でいいのかな。ええ、非公式ですが昨日付で第二種大統領令が発令されました。本日夕刻 CID タスクフォースが到着展開するまで重要施設の警備を任せる契約です。合わせて弊社が試験運用を行っている共和国軍新型艦イクス・アルバ級、それを介して動力ネットワークの保守も行うこととなっております。今回はあくまで都市の警備とネットワーク保守に限定されています。帰国同様一線は引かれていますので、どうかご容赦いただければと。ま、心中お察しするけど管理責任は決して軽くないでしょうね。実利最優先の体制下における1ヶ月以上もの異常現象の隠蔽、昨夜の時点でアルマータの裏金以外にも広告の資金の不正利用も確認されている。キャラハン教授の暴走を放置した結果が今のこの状況だと考えると、
黙りたまえ。そもそも君は何なんだね。首都の名門校の生徒会長とはいえ、学生ごときがこの場に。この場での私の立場はリベール ZCF の特別顧問になるわ。加えてエプスタイン財団から代理摂政役も請け負っている。今回の件で少なからず権益を侵害された両者の代理人として、何か問題でも？だからいい加減に腹をくれ！聞いている限りヤバいのはまだ続いてる。キャラハンがあんなことになっちまった今、あんたがシャキッとしなくてどうする。ベルヌを、バーゼルを託してくれた博士に顔向けできねえとは思わねえのかよ。私は、いずれにせよ今日半日は空白期間となりそうだ。何もしなければ共和国が全てを片付けてしまうだろう。だが我が国も資金を悪用された手前、何も手を打たないというのはありえない。アークライド解決事務所の諸君、今日いっぱいは事件への対応をお願いできるかな。君たちならではの流儀で構わない。サルバッドのように、それ以前までのように、そして叶うならばアルマータの目論みが実を結ぶ前に叩き潰してくれたまえ。当然報酬は弾んでいただけるんでしょうね。お兄ちゃん、どうして？久しぶりだな、フェリーダ。妹が世話になっているようだ。アークライド解決事務所の諸君、それとバン、君とも2年ぶりか。激剣にゼロ式剣術、また随分と腕を上げたらしい。リゼット城から聞いてはいたが、元教官として鼻が高い。それはこちらのセリフさ。武装とサービスを提供しているとはいえ、君との契約はあくまで対等。これを機会に改めてよろしく頼むよ、バン・アークライド君。弊社所属 SC の詳細については基本的に秘匿事項とさせてもらおう。だが時期程度なら構わない。およそ1年ほど前からになるかな。幸いアーチェット准教授がいる。彼女の処置については心配無用だろう。念のため適合するタイプの予備パーツも運んできているからね。今回はこれ以上出向 SC として力になれないのは申し訳ないが、余計なお世話だったかな。それでは我々はこれで失礼する。これから共和国軍との折衝もあってね、先ほども言ったが、今回はこれ以上踏み込むことはない。かつての天才の執念の研究、非常にそそられはするがね。
俺の考えはアブとは違う。特にお前が戦士に向いているかどうかの見解はな。だが今回この地に来たのは炎とアルーシャの導きではあるだろう。戦場は近い。クルガの戦士としてどう乗り越えるか見せてもらうぞ。フェリちゃん、偉そうにと言いてえとこだが、そこが全く読めねえとはな。どのくらいやるんだあの野郎。おそらく史上最強の両兵の一人だろう。お疲れ様です。あんたたちの方こそな。ほぼ徹夜してたみてえじゃねえか。ゼロスはなんとか治ったみたいですね。うん、そこまで大変な損傷じゃなかったから。リゼットさんの方はかなり時間がかかっちゃいそうだけど、どうかお気になさらずに。的確な処置をしていただいたおかげでバイタルも随分と安定しました。安心しました。ソーン大工 GM とは話されましたか？ああ、ついさっきな。分かっちゃいたが相当性格が悪そうだ。警備主任も相変わらずの堅物でな。もう少し愛想よくしてもいいだろうに。そういう方々ですから。無理して喋ってんじゃねえぞ。その心配しなくても命に別状はないから。昨日みんなが手伝ってくれたあの薬も効いてくれたみたい。ええ、おかげさまで随分と楽になりました。そうか。まさかお前さんに使うことになるとはな。 GM さんが持ってきてくれた擬態パーツも使えそうだし。でもだからといって無理は禁物だよ。神経系の処置って負担が大きいから。今はとにかくちゃんと休まないと。はい、よろしくお願いいたします。バン様に皆様も。肝心な時に離脱してしまい申し訳ありません。ま、後のことは任せてゆっくりしてるといいさ。次に起きたら臨時ボーナスも込みでいい報告を聞かせてやるよ。楽しみにしておきますね。どうか皆様なりの隆起で。待って、どうして
あんな風に僕をかばったんですか。こんな目にあってまで、なんで僕なんかのために。眩しかったからでしょうか。私と違ってあなたには大切な方々がいらっしゃるでしょ。絆も思い出も。体すらなくした私にとってそれは何よりも眩しくて羨ましいものです。ですからどうかご自身を大切になさってください。あなたを大切に思う方々のためにも。